どうも、野郎ども次元の野郎はたつみです。いつものようにデッキ紹介やっていきたいと思います。ということで今回紹介するデッキは竹の女神のいたずらというデッキになります。このデッキなんで、組み始まったかというとですね、EP19 でですねワルキューレというテーマが海外からやってきまして、まあ使いたいなとなったわけなんですけれども、まあ、じゃあワルキューレをどう使おうか。もともとは時の女神のいたずらなんかを使ってバトルフェーズを2回行って相手をぶん殴り殺すみたいなのがもともとのデッキなんですけれども、自分がやっぱり注目したのはこのワルキューレフンフトというカードになりますね。このカードは他にワルキューレがいるとこの愚かな服装、つまりデッキから魔法トラップを1枚何でも墓地へ送っていいですよという効果を内蔵していて、なおかつこのセクストというカードが特殊召喚に成功するとデッキからワルキューレ何でも一体リクルートできるので、セクストの特殊召喚に成功すればまあ実質モンスターを使って愚かな服装をすることができるという性質に注目しまして、この部分をどうにか活かしてデッキにしたいなと思ったわけなんですね。でまあもちろん昨今墓地効果のある魔法トラップだらけの遊戯王ですので、まあ候補いっぱいあると、何にしようかな、落とす魔法はなってなった時にストラクでちょうど再録されたこの竹光ですね。これをどうしても前からちょっととある動画の影響もありまして使ってみたいなというふうになってたんですけれども、ここで手に入りやすくなったので、じゃあこのタイミングで組み合わせて組んでみようかなということで組んだデッキになりますね。でなおかつそのワルキューレっていうのはその時の女神のいたずらでターンを飛ばす、まあ、実質的にはバトルフェーズを2回行うっていうような効果に近いんですけれども、まあ一応ターンを飛ばすよという性質がそのカテゴリーとして押されているということで、この竹光もですね、10期のこの燃え竹光というカードが追加されたことによってターンスキップのテーマになったんですね、竹光が。なのでちょうどそのワルキューレと相性のいい竹光とそのターンスキップの性質も同じって、まあその後者は別にその単純に性質が一緒ってだけで特にっていうことなんですけれども、まあちょうどいいなということで組み始まったデッキになります。基本的にはですね、セクスト、さっきも言ったようにセクスト特殊召喚してフィンフとリクルートすることでこの墓地にできたら妖刀竹光を墓地を送ることができます。妖刀竹光っていうのはどこからでも墓地を送れた場合に他の竹光カードをサーチするという最強の竹光サーチカードなので、しかも単一がないんですね。なので一旦に何回落としてもサーチができる。まあ、究極的に言えば、妖刀竹光を一旦に3回落とすことで、燃え竹光、コカネルの竹光、俺竹光と、必ず3枚のパーツが揃って、相手のメインフェーズ1をスキップすることができる。ので、この服装の効果を持ったカードは非常に大事だということになるわけですね。で、それから、まあ、メインフェーズ1をスキップしてもですね、まあ、バトル及び、まあ、メインフェーズ2などいろいろ、メインフェーズ1をスキップするだけではなかなか難しいと。ターンスキップというにはなかなか難しいというところで、もう一つ採用したのがこのターミナルワールドですね。まあターンスキップ、いわゆるチャルアイーターと言われるようなターンスキップのデッキには、まあ、自爆心着チャルアを採用するか、このターミナルワールドを採用するかみたいなところがあると思うんですけれども、まあ、これは、お互いのメインフェーズ2をスキップするという効果になるので、燃えたけ光で1をスキップし、ターミナルワールドで2をスキップすることで、相手はドローフェーズ、スタンバイフェーズとバトルフェーズ、エンドフェーズしか行えず、まあ、モンスターの召喚であるとか、カードのセットなどがほとんど行えない。要するにフリーチェーンというか、速攻魔法およびフリーチェーンの効果でしか、相手が動くことができなくなるので、まあ、デッキによっては実質ターンスキップみたいなことになるということで、その動きを狙ったデッキになります。その竹の女神のいたずらというデッキ名の通りですね。まあっていうか、まあ、ワルキューレデッキと言いながら、ワルキューレの数は非常に絞ってありまして、緑色のカードばっかりなんで、まあ、これも竹っぽいかなということでデッキ名になってるんですけれども、まあ、この内訳を少し、下地を説明していきたいと思います。まず、ワルキューレセクストはですね、指導、大事な指導札なんですね。このカード特殊召喚しないことには、やっぱりこのモンスターの枚数絞ってあるんで、始まらないということで、セクストは3枚。それから、フンフトは、もうこれは、大事なカードの一つなんですね。服装を内蔵しているので、このカードを何回か使って、妖刀竹光を落として、竹光カードをサーチして、盤面を整えようということなんですけれども、まあ、なぜ1枚になっているかというとですね、
この祝福の教会リチャードチャーチというカードの存在がありますね。このカードは2の効果で、墓地の魔法を 2の数だけ戻すことで、そのレベル分の光属性、天使属モンスターを墓地から蘇生することができるので、フィンフトは起動効果なので、どの召喚方法であっても場にいて他のワルキューレがいれば、服装の効果使えるので、リチャールチャーチで、まあ、セクストとフィンフトで、それから、シグルーンも手札墓地から特殊召喚成功時、召喚特殊召喚成功時に、さらにワルキューレを展開できるので、シグルーンとかセクストを蘇生してフィンフト、それからフィンフト自身を蘇生して他のワルキューレが場にいるときに服装を使うということで、リチャールチャーチが非常に大事なカードになっているので、リチャールチャーチをサーチするテラフォーミングはもちろんのこと、これも新しく、もう新しくないですね、サイバーエクエンジェル。これも、リチャールチャーチを名指しでサーチすることができるカードになっているので、非常に大事なカードなので、頑丈になっております。それからフィアットですね。これも他のワルキューレの数だけデッキトップをめくって、その中の通常魔法か通常トラップを加えて他を墓地を送るか、なかった場合は全部デッキに戻るという効果なんですけれども、まあ、それでもちろん妖刀竹水がついでに墓地を送れば、美味しいし、まあ、このデッキ、もうひたすら通常魔法、黄金の竹水とか、アームズホール、服装、それからこの辺のダウンビートとか、制限カードとか、純制限カードとか、強い魔法カードいっぱい、通常魔法カードいっぱい採用されているので、それらをテイクダウンに加えられるっていうのが、刺しておけば、その種類で参照するので、1枚刺しておいて、いざという時にってことですね。使ってみた感じだと、非常に活躍した印象ですね。やっぱり、デッキを掘っていけるカードっていうのは、やっぱ強いのかなという印象です。だから、ワルキュレドリッドはサーチャーが、でもこのデッキはですね、まあ、通常召喚権は基本的には、その、サイバーエクエンジェルに使いたいデッキになるので、まあ、ドリッドのサーチも、1枚刺しておいて、他の、特殊召喚の、候補の一つに一応デッキに1枚刺しておくという感じのカードになりますね。このデッキはワルキレンリットをサーチしないので、まあ、サーチするカードあんまり通常召喚権が余ってる場合にこの辺の小さいワルキレをサーチするぐらいか、まあ、シグルーンサーチしてっていうことになるんですけれども、まああんまり重要じゃないので、まあ、とりあえず1枚刺してあるという感じです。それからツバイトが1枚は、このカードも非常に重要でして、戦闘、このカードは戦闘を行った、ダメージ計算後に墓地の永続魔法を1枚対象として手札に加える、まあ、回収することができるんですね。なのでこの辺のターミナルワールドっていうカードは、まあ、全然サーチも効かんので、手札に引き込むのがなかなか難しいということになるんですけれども、このフィンフトとか服装あたりで、墓地に落ちた永続魔法カードですね。まあ、燃えた機密、それからターミナルワールドというこのターンスキップに重要な2枚のカードがどちらも永続魔法になっているので、これらを一旦服装で墓地に落としながら、ツバイトで殴って、拾って、そして使うという流れで、間接的なサーチになるんですね。服装とかフィンフトは。なので、ツバイトは1枚入れとくということになっています。で、6、7、8の、ワルキュレがいなくて、いきなりシグルーンですね。レベル9。これは V ジャンプのカードなんですけれども、召喚特殊召喚成功時に、手札墓地のワルキューレを特殊召喚するので、まあ、フィンフトとかセクスト、フィアット、マドリッド、ツバイト、この場にいてほしいのを全部ピン刺しにしといて、必要に応じて蘇生したり、するということになっていますね。で、あと自己特殊召喚能力があってですね、表側の魔法トラップを墓地へ送るというコストになっているので、まあ、いざとなれば、装備した妖刀竹光を墓地へ送ることでサーチにつなげたりとか、もういらなくなった燃えた木水とかターミナルワードを、墓地を送って特殊召喚して展開につなげたりとかいうこともできるということになりますね。いざとなればリチャールチャーチも墓地を送るということになります。でリチャールチャーチはその、ま、墓地の魔法の魔法をさ、数を参照するので、シグルンのそのコストとも相性がいいと思いますね。魔法の採用理由、まあ、あとこの辺はですね、この辺のサイバーエンジェルはこのサーチ効果の魔法を捨てるというコストを使うときに、妖刀竹水を引いてサーチしたいってなったときに、これのサーチに当てて、妖刀竹水のサーチプラス儀式のサーチに変えたりとか、まあ、サーチ先を入れてないとサーチ効果は使えないので、そのために、3枚だけ刺してあるという感じになりますね。で実際この弁天リリースしてナーサテイヤという動きができると、相手のコントロールダッシュとか、リリースされた弁天の効果によって、ワルキューレを、好きなワルキューレをサーチしたりとか、エクエンジェルサーチしたりとか、光属性、天使属なんでもサーチできるので、
刺しておけば非常に安定感に寄与するかなというですね。で、それから最後、このダイティンスクリーチャーさんもですね、このデッキの、クソ要素の一つなんですけども、まあ、基本的には自己特召喚能力を持っているシグルーンをに対してこのダウンビートを打つことで、レベル8の、ダイティンスクリーチャーをデッキからリクルートして、ターンスキップなだけでなく、相手のそのフリーチェーン、例えばティアマトンとか、そういうのまで止めちゃうよというクソデッキになっておりますね。まあ、いい意味でクソデッキという風に使ってますが、その、それからですね、まあ、ダウンビートの理由は他にもいくつかありまして、トランスターンではなくてダウンビートという人、理由がいくつかありまして、弁天を場に出すとなった場合にですね、トランスターンと違ってダウンビートは、リリースなんですね、コストが。なので、この弁天のリリースに当てることによって、盤面にデッキからツバイトを出しつつ、他の光天使、まあ、他のワルキューレになるかなと思うんですけども、それをサーチすることができるっていうのが、一つと、絶対にリチャージアーチに触りたいので、だいたい盤面に、このエッグエンジェルが出ることが多いんですね。で、エッグエンジェルに対して、トランスターンを打つとフィアットになってしまうんですが、ダウンビートであればセクストをデッキから、リクルートすることができるので、さらにセクストの効果でもう一体ワルキューレをリクルートすることができるので、トランスターンより大変、ダウンビートの方が相性がいいということになっていますね。その他も、だいたいにおいて、その、レベルを1個上げるよりは、下げた方が、なんか、アドバンテージにつながるっていう流れが多いのでダウンビートの採用になっています。ワンフォーワンがこのカードもですね、今純正剣になったのでセクストのその特殊召喚しやすさに寄与してる、大変ありがたいカードですね。ただこのデッキかなりモンスター絞ってあるので、いざという時ちょっと手札からモンスターをコストとして捨てられないという懸念もあるんですけれども、まあまあでもこの採用枚数で問題ないかなという感じだったんですね。回した感じだった。それから愚かな埋葬とか、ハーピーサンダーボルトあたりはパワーカードなんですけれども、このデッキはチャルアイーターじゃないので、ターミナルワールドでメインフェーズ2をスキップすることでターンスキップということになっているので、バトルフェーズが通ってしまうという弱点がありまして、相手に先行とかこっちが回って先行行った目で回らなくてターンスキップできなくてっていう時とか、相手に、でかいモンスターを出されたりとかされた時に返しの札が非常に乏しいということになっているので、そういう盤面に対してハーピーとかサンダーボルトみたいなパワーカードで返して、なおかつリチャルチャージで墓地の地とサンダーボルトとかを回収してとか、フィアットで拾ったら強い通常魔法を入れといたらフィアットのバリューが上がるということもありまして、サンダーボルト、ハーピーとパワーカードを入れております。まあ、あとは竹光はそのままですね。燃え竹光が他の竹光カードが発動するとっていう条件なので、竹光カードはなるべく積んで。で、俺竹光だけ1枚なのは、まあ、このカード単体だと何もしないっていうのと、あと、与党竹光で、竹光カードをサーチするときに、与党竹光自身はサーチできないので、俺竹光をサーチして、黄金色の竹光の、発動条件である装備魔法が表であるときにっていう、竹光装備魔法が表であるときにという、の満たすために1枚だけさせてあるという感じになります。それからまあ服装はフィアットと同じでターミナルワールドと、あと最後、まあ最後っていうわけですね、アームズホールもこれは単純に装備魔法をサーチしつつ、通常魔法なのでフィアットのっていうことですね。通常召喚できないというデメリットがあるんですけれども、このデッキ通常召喚するのはまあドリッドか、まあフィアットもたまに、それからまあ大体がエッグエンジェルになるので、リチャルチャージが回っていれば墓地から蘇生する流れとか、ワンフォーワンでセクストで特殊召喚して回るので、通常召喚権そんなに重要じゃないということで、アームズホールガン積みして、その逆に竹光、与党竹光とか俺竹光をサーチして流れに安定させる。与党竹光は墓地に落として竹光をサーチできるんですけども、与党竹光自身がなかなかこのデッキ手札に加えづらいので、アームズホールをガン積みして、なるべく与党竹光自身もハンドにあって、ということになりますね。これがあると燃えた機密とのループが組みやすくなるというのことがあって、アームズホールも頑丈にしてあるということです。エクストラはですね、このデッキメインデッキで完全にやりたいことが完成していて、ほとんどエクストラデッキは自由ですね。今回はなんとエクストラデッキの紹介ございません。まあ例としては、ワルキューレを並べた後にキーカードを引きに行くサリューチャスカルデッドとか、セクストをリンクリボンにして、その後、他の天使2体でアカシックマジシャンにすることで、アカシックマジシャンの宣言して、墓地に送ったりドローしたりという効果を使ったりするということです。まあ、墓地送りが
ほとんどぼちおくりになってしまうと思うんですが、まあ、カシクマジシャンが、まあ、もし、スカルテッドの先に出れば4枚とか、バリューも高くなるので、まあ、こういったカードを採用して、竹光のとタミナルワルドのターンスキップを完成させて、相手に何もさせないまま、ターンスキップでワルキューレで殴るというデッキになっています。使った感じ、まあ本当にね、コンセプトが友達をなくすようなコンセプトなので、もう今後ちょっとなかなか使う機会はないかなと思うんですけれども、まあ、こういうデッキもね、たまに使うとね、楽しい感じになっているので、このデッキに何かインスピレーションを受けたりしましたらですね、ワルキューレやタケミツのデッキ組んでみたら面白いかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、他の動画もよろしければぜひご覧ください。バイバーイ。和田摘でした。